大谷さん、廃人になる WWW。兵庫県丹波市のかかし祭りで、子供たちが作った大谷翔平かかしが披露された。地元の人たちは、みんな気に入ってる。全部気に入っていると満足げな表情だった。目が完全に死んでて笑った。大谷ベンチで廃人みたいな目してる時あるからな。小学生の想像力やばすぎ。WWW、大谷って確かに薄い顔ではあるよな。でも大谷ファンは見に行くんでしょ。笑い。目指せ、三冠王は期待されてるなぁ。この大谷はいいね。今にも動き出しそうだ。これかかしとしての効果ないだろ。WWW、モーターつけて160キロ投げられるようにしたらええやろ。大谷くらい有名になると、地方とかだと肖像権フル無視で使われてるよな。大谷は何も言わない模様。こないだ近所のパン屋行ったら、大谷翔平パン売ってた。WWW、アンパンマンかよ笑い。どっかの歯医者も大谷翔平グッズを集めた記念館作って集客してるらしいからな笑い。最強の集客方法で、ワロタ W、その歯医者、客が3倍に増えたらしい。なお大谷親族、つつましすぎるため公式記念館は存在せず W、松井も一郎も記念館、親族が作ってるからな笑い。大谷の両親は、偶生、定期、母親は未だにパートしてる模様。大谷家は精神が高潔すぎるんだよな。有名になりすぎると、破壊しに来るのがいるから、注意した方がいいよ。この祭りいつまでやってる？ 8 月19日らしいぞ。大谷ファンは急いでいけ。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。土下座。